アルメニアの伝統的なパンですね。このパンは小麦粉と水とそして塩だけです。発酵したちょっとの、生地も使っています。それからこのパンは薄くして、地下の中にある暖房の中につけて、パンを作られています。このパンの名前はラバッシュです。ラバッシュ、はい、このような穴はトニと呼んでいます。同じような穴は、インドでもパキスタンでもいろいろなところであります。アルメニアの形はちょっと違っていますね。深くてもっと大きいです。それから、そんな本当に低いです。だから女性たちに穴が掘っていて、この穴の中に座っています。座ったままですね。普通は昔から村の中にこの船が、このパンを大きくするために女性たちはその手で広くしています。それからピローのようなものにつけて、あとはなんかブレッシングしていますね。このブレッシングは他の目的も持っています。壁につけているためです。2019年9月末秋に、ユーラシア大陸、しかもコーカサスの3国、ジョージア、アルメニア、アルゼバイジャン、この3国を旅行する、しかもなかなか、通常の旅行では体験できないワイン作りやワインの収穫、ブドウの収穫や、あるいは、マンダリンの収穫、そしてまた、農家との意見交流、国民的お菓子のチュルチヘラ、作成やチャチャ、カストリブランデーですね、そういったものの体験を含めて、いろんな、世界遺産、文化遺産、そういった観光地を見学しながら、そしてまた、庶民的な食事を食べながら旅行しようという、そういう計画を、考えております。で、特にこれは、日本ユーラシア協会の会員の方や、あるいは毎月1回、小倉の方で開催しておりますロシア民謡を歌う会に参加者の方に声をかけをしておりまして、最大15名ぐらいの人数制限で行いたいと、そんなふうに思っています。で、日程等はこの後簡単にご紹介しますけど、もしお時間の取れる方はですね、ぜひとも参加ご希望されてください。これは2018年の10月末にですね、私がジョージア、アルメニア行った時の写真です。これはトビリシの街を 見下ろしたところですね。ナリから要塞から、で、こちらがジョージアの歌、スリコを歌ってくれてる路上パフォーマンスの方です。それとこれはエレバ、アルメニアの自由広場、のところですね、共和国前広場でしょうか。そちらの夜の噴水と夜景のところ。それとこちらは、世界で一番緯度の高いところに位置するセバン湖という、アルメニアですね、そちらにセバン湖とセバン教会、これを背景にした写真のところです。こちらの方に日程を書いております。現時点の予定としてしましては10月の26日。これはどうしてこの日程を選んでいるかというと、9月の25日ですね。10月3、4、5、アルメニアのワインフェスティバルがあります。そのフェスティバルに参加できるようにと、そんなふうな計画をしております。ジョージアの方のワインフェスティバルはまだ未定、しかも5月の連休前後にあったりするという関係がありまして、なかなかこちらの日程とは合わないようです。ということで、アルメニアのワインフェスティバルに合わせて計画を立てております。10月、9月26日、25、6出発ですね。トビリシに向かって出発して、
で、トビリ市の、いわゆる市内見学含めたワインのふるさとカヘチへ行って、ブドウの収穫、そしてワイン作りや、チュルチューヘラで、ワインの博物館の見学、あるいは、ワインのそういった農家との交流を含めたところに行きます。それと旧首都、ムツヘタ、そしてその他の軍用道路、カズベクサン、そういったものを見学して、スターリンのいわゆるふるさとのゴリ、スターリン博物館、そしてトビリシに戻って、列車でバツーミという、ジョージアの西の方になります、黒海に面するところ、この近辺でマンダリンという、いわゆる温州無花に近いようなみかんが栽培されております。このみかん農家との交流を、計画しております。みかん農家の見学ですね、交流会。そしてまた列車でトビリシに戻って、今度、車でアルメニア、そちらに、入りまして、で、こちらがアルメニアの方に入ります。で、こちらの世界遺産、そしてアララット山を望む、そういったところに行きまして、今度アララットは、ブランデーで有名ですから、ブランデー工場を見学したり、そういった、もちろん、いっぱいの、計画だけではなくて、少し10時間も取れるような形にしております。絵が描きたい方や、ゆっくりしたい方、そういった方のために、オプションで選べるような環境にしております。それと、最後にですね、三国と言いましたけど、ここで帰る方は、時間の、日程の関係で帰る方は帰ると。で、その後、もう少し予定の時間の余裕のある方は、2、3日、今度は、バク、アルゼバイジャンの方に入りまして、アルゼバイジャンから、東京、成田の方に戻るという、そういう、工程となっています。アルゼバイジャンは、いわゆる、石油、いわゆる、パイプラインで有名なとこですね。風が強くて風の町、あるいは火の国というふうに言われておりますけど、カスピ海に面する。で、カスピ海が見たいという方もいまして、そういう計画をしております。ということで、トータルですね、9月25日から10月3日ということで、12日間ぐらいでしょうかね。最大12日間。で、少し短い方で8日9日という、そういう計画をしております。で、現在、どのくらいの金額がかかるか、算定中ということになります。で、これが大体決まれば、チケットの方を予約をしたいなと、そんなふうに思っています。なかなかジョージアはですね、観光地ということもありまして、宿泊費が意外と、ちっちゃな国ですけど、高いんですね。ほとんどが観光で持ってる、あるいはブドウで持ってる、あるいは、農作物で持ってるという、そういう国柄ということもあるんでしょうけど、宿泊費が若干高いというのが少し難点で、現在苦慮しております。ということで、簡単に旅行の案内をさせていただきました。